はいどうも、今回はですね、同友社の、24分の1スケールノスタルジックヒーローズシリーズですね、それの510ブルの2ドアの方です。紹介させてもらいます。このキットはですね、もうむちゃくちゃ古い覚え、古いって、まあそういうシリーズなんですけど、今なぜかですね、510ブルの2、この2ドアと、ホンダの 1300S とバイオレット、日産のバイオレットと、そんだけがなぜかずっと再販され続けてるっていうやつなんですけど、なぜか他のやつが出てないんですよね。これね、結構マニアックなラインナップが多いんですよ。セレステとかコスモ AP とか、あとはこの辺とかだと、あとはどれだ、レオーネクーペとかコルトギャランとかビークスカイホークとかなんですけど、なぜかこの3種類だけですね。510ブルと 1300S と、バイオレットだけが再販され続けてるっていうモデルです。実際ね、それほどね、似てはいないとは思うんですけど、ただね、これだけしか出てないっていうのが結構あるんですよね。なのでね、できればね、他のやつも金型ないのかなとか思ったりするんですけど、そういうやつです。自分ね、ちょっと恥ずかしながらね、この 3S っていう、これですね、スーパースポーツセダンの略だったかな、だったと思うんですけど、で、恥ずかしながらね、2ドアなのになんで 3S なんだろうって思ってたんですよ。で、この頃って、救急車の、なんか昨日から救急車多いの。恥ずかしいことにね、知らなかったんですけど、この頃は2ドアでもこういう風にサッシというか B ピラーがこういう風にあるやつですね。こういうやつはですね、セダンって呼んでいたって教えてもらって、はぁ、ちょっと俺は恥ずかしい思いをしました。そんな、車ですけどね。これね、個人的にはね、カローラクーペの 1200SL、初代2代目か、のカローラが出てるので、それが欲しいんですけどね。だからこんな感じです。モーターライズのキットです。モーターは入ってません。でね、まあどうしてもちょっと古いキットだから仕方がないっていう面はあるんですけど、ただ2ドアのね、3S って言うともうこれしかないので、必然的にこれになっちゃうかなと思うんですけど、結構ね、マニアックな車種が多くてね、この辺は結構でもうちでも売れて、結構売れ筋な商品っちゃ商品です。ただ、さっきも言いましたように、モーターライズのキットなので、このように金具とかね、この辺も全部ついてます。で、シャーシもですね、上げ底です。このようにね、バッテリーの入るところが入ったりして、であとですね、このように内装も上げ底内装です。で、ヘッドレストがこのように別体になっててっていう風ですね。ちょっとガラスパーツがスモークかかってるのかな。で、デカールも入ってません。で、このように一体成形、メッキのパーツもね、このように入ってるんですけども、この辺のキットはね、ゲート跡がなんだとか言っちゃいけないと思うんですよね。この当時の雰囲気を今も新品で変えて、ちょっと定価がね、今これ1800円だったかな。なんで、あれなんですけど、もうこれはね、そういうゲート跡とか、もちろん処理した方がいい、見栄えが良くなるのは当たり前なんですけど、そういうこと言っちゃダメなキットなのかな。もうその当時の雰囲気を楽しむためのキットじゃないかなというふうに思ってます。なので、まあこれベースにカスタムするっていう人もまあ少ないかなとは思うんですけどね。タイヤもね、かなり小径でね、ちょっと扁平が厚いかなっていう気はするんですけど、これに関してはね、このシリーズに関してはもうそういうこと言っちゃダメなのかなと。リアリティを追求するんであれば4ドアになりますけど、長谷川から出てますので、そっちの方を必然的に選ぶ形になるのかなというふうに思いますよ。で、これね、何が嬉しいってこの箱の雰囲気、もう当時のまんまみたいな。自分もね、プラモ最初に手に取ったのは小学校3年生ぐらいだったかな、2、3年生ぐらいだったかなと思うんですけど、その頃ってね、こういうね、結構ね、帯付きの箱にね、入ってる、まあ最初に見せましたけど、こういう状態のキットって多かったんですよね。なので、こういうね、当時の雰囲気を楽しむためのキットだじゃないかなっていうふうに思います。もちろんこれをベースに、もう、なんですか、もうフルスクラッチに近いぐらいの感じで勢いで、リアリティを追求するのもありかなとは思うんですけど、でもね、中にはね、この同友社のノスタルジックヒーローズシリーズですね。これも結構ね、まあ、今
売られてるやつだと1300円が一番実写に近いかな。またちょっと紹介させてもらう機会があればお話しさせてもらおうかなと思ってるんですけど、いいとは思うんだけどな。まあそのこういうキットがあっても自分はいいと思ってます。もちろんリアリティを追求する、それも一つの楽しみ方ですけど、こういうね、昔のキットがね、今も普通に新品で買えて、で、かつですね、こう、なんだろう。なかなかね、こういうキットってあんまり味わえないと思うんですよね。なので、その辺とか考えると、こういうキットが存在してても、自分は全然問題ないと思ってます。まあね、ワイパーが一体成型だったりとか、あとはまあ、デカールがないので、こういうね、エンブレムとかも全部、これ全然見えないですけど、この画質だと。エンブレムとかもね、こうやって一体成形されてたりとか、交渉違いも当たり前ぐらいの感じで、楽しんでみると面白いんじゃないかなと思います。時にはね、気分転換がてらね、こういうのを作ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。当たり外れは、正直大きいかなと思います。結構ね、似てるキットと似てないキットと結構多かったので、で、前にですね、ホビーショー、静岡ホビーショー行った時に、同友社さんのブースでですね、この辺ですね、他の、これ、まあ、一応、この、今売られてるやつの3種類だけの、話が出てて、で、そこの担当者さんに、この辺って再販してもらえないんですかねみたいな話をしてたんですけど、残念ながらね、ちょっとね、再販の予定はないっていうふうに言われちゃったので、ちょっと残念だなと思うんですけど、まあね、こういうのでも、まあ、時にはね、気分転換で、モーターライズのキットなんで、これ、モーターなんだっけ ?FH30 モーターですね。まあ、うちモーターですね。その辺とかをね、組んでみてね、こう、ちょっと走らせてみるのも面白いんじゃないかなと思います。というわけで、今回紹介させていただいたのは、同友社のノスタルジックヒーローズシリーズの、510ブルーの、ツーダーですね、の方を紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。まあ正直この辺とかね、扱ってる模型屋さんも少ないかもしれないですけどね。まあ、よかったら探してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。